大韓民国海軍は、大韓民国国軍を構成する大韓民国の海軍組織である。伊香本港では、韓国海軍と呼称する。本港では、日本統治時代の朝鮮から北緯38度線、軍事境界線以南の大韓民国として独立した、後の韓国海軍を記述する。 1945年8月15日の日本敗戦後、アメリカ軍による軍政下、元商戦船員と後に、初代海軍司令官である孫元一によって、同年11月11日に、解剖兵団として発足させ、敗戦から3年後の1948年8月15日に、大韓民国独立、建国によって、正式に正規軍として発足。 その後勃発した朝鮮戦争においては、アメリカ合衆国をはじめとした、同盟国の支援のもと、北朝鮮の朝鮮人民軍海軍、中国の中国人民解放軍海軍との戦闘を経験した。歩道連盟事件の際には、犠牲者の遺骸を海上に運んで行きしている。アメリカニューヨークで購入し、韓国、チン海へ帰国途中に帰港したハワイホノルルで、 50口径 76mm 砲を搭載中の大韓民国海軍初の警備艦 PC-701 白頭山元々は1944年に建造されたアメリカ海軍の戦時急増艦艇である173フィート型卓剪艇のうちの一隻の PC-823 朝鮮戦争以降になるとアメリカ海軍より寄贈された 中古軍艦を中心に戦力を構築し、ベトナム戦争においては、ベックと呼ばれる輸送部隊と海兵隊を北ベトナムに派遣した。1970年代以降は、1949年4月15日に設立された海兵隊を合併、吸収し、北正紀大統領が打ち出したクリア計画により、国産のウルサン級フリゲート、 歩行級コルベットをはじめとする艦船の増強が進められるとともに近代化が進められた。そして1990年代以降は軍近代化政策により P-3 哨戒機の整備などが進められた。2001年には当時の近代中前大統領により戦略機動艦隊を構築するための計画が発表された。 それに基づいて近年韓国で急速に発達している造船技術を活かし、高海道大王級駆逐艦、韓国発の艦隊防空艦である、立春新級駆逐艦、イージスシステムを搭載した、清掃大王級駆逐艦、ウェルドックと飛行艦板を有する、独島旧用陸艦などが建造された。さらに1970年代建造の艦艇を、 置き換えるためのミサイル艇やフリーゲートの整備が進行している。ただしロブ武ン政権下で策定された海軍力整備計画はリア・アキヒロ政権になってから見直しが行われて規模が縮小している。海軍参謀総長の指揮する海軍本部に次の組織が所属する。約6万8000人が所属し、約170隻の艦船、約60機の航空機が配備されている。 なお、海軍が海上警察業務を兼ねたり海上警察組織を参加に置く国々は少なくない。しかし、韓国では海上警察業務は海軍ではなく日本の海上保安庁にあたり海洋水産部参加である海洋警察庁が独立して担当している。2014年5月現在、2014から2015ロックミリタリーウェポン。 システムズより、歴代官邸については、大韓民国海軍官邸一覧を参照。東アジアの国では珍しく、官名に、人物の名を用いることが多い。主に海軍で功績を上げた人物や韓国史の英雄から採用されており、ハングルを制定した、清掃大王、朝鮮出兵で活躍した、李春神を呼び、彼を抜擢した、竜成立。 高ウクの中高に寄与した、高海道が、歴代主力艦に命名されている。さらに伊藤博文を暗殺したテロリスト安重根の、名を、潜水艦に命名している。また、領有権を主張して占拠している竹島の、韓国名である、独島を、教習揚陸艦に命名した。2014年5月現在。2014から2015ロックミリタリーウェポン。 システムズより、アジア通貨危機以降、韓国軍は全体に予算削減傾向にあるが、特に感染建造費がかさむ韓国海軍では、慢性的な予算不足に陥っている。特に高価なイージスシステムを有する、清掃大王級ではこの問題が顕著に現れており、搭載する武器が半分不足する状態になったり、建造費がかさみ内部機器の国産化が遅れている。 ことから、清掃大王級の建造を、当初の6隻から3隻へと削減するなど、計画の遅れが顕著となっている。これに対して、韓国政府は、民間資本で建造した艦船を買い取り、資金分配するという、船舶建造ファンドを推進しているが、2008年の金融危機の折、さらに配備が遅れているというのが現状である。一方で、 民間企業の受注合戦は熾烈で、立春新旧駆逐艦の6番艦、三明は1番艦、ただたけ立春新より200億ウォンも安く落札されている。慢性的な予算不足は、航空機の能力不足にも現れており、運用する UH-60 ブラックホークは、塩外対策が十分でなく、防錆仕様になっておらず、 回転翼の折りたたみ機構を許さないという海軍艦載機としては致命的な欠点を有していた。ただし、この問題は2019年にメガヘルツ6 0 r c ホークを対外優勝軍事援助で12機購入するなどで解決しつつある。2015年1月21日には、航海に配備されているコムドク3級ミサイル高速艇。 王道圏の76ミリ砲が誤作動し、砲弾一発が誤って発射された。この76ミリ速射砲は、ヒュンダイ・ウィーシャが、オットー・メラーラ社の76ミリ砲をコピーしたもので、あり、オットー・メラーラ社は、コピー品だとして、特許侵害と営業損害で同社を訴えていた。ありがとうございます。